の森と早田ですんで、その後しっかりこう伊藤早田のシングルス勢が、そうですね、はい、そこはもう絶対に取りこぼしをしてほしくないという思いはあったと思いますけども、はい、できればここで 3-0 でもう勝利をしてから赤江にという思いがあってのこの4番第4マッチの赤江の起用というのも一つあったと思いますけどね、はい、さあ第4マッチレフェリーは伊庭陽子さん、副審原田彩香さんです。原田陽子さんです。彩子さん、失礼しました。原田彩子さんです。まあ、ですからなかなかやはりこう1980年から指揮を取り、そしてロンドン銀リオ銅を取られた村上監督でも、まあこう選手がどうこうそれに応えてくれるかという部分でいきますと、なかなか相手もねもちろんあることですし、そうですね、はい、はい、ですからやっぱりこうなかなか計算通りにいかないんですけれども、はい、やっぱりこう村上監督のですね、はい、あの話を伺っててもやっぱり本当にシーズンスタートの第1試合から、はい、まずレギュラーシーズン終了の第20試合までのやっぱりこう想定と、はい、自分たちのメンバーと相手の状況ととかやっぱ情報をやっぱりしっかりこう入れてですね、はい、作戦戦術を立ててますよね、はい、戦略を。さあそして大切な第4マッチに日本生命の方は赤江佳穂、そしてトップ名古屋の方はチェン・イーチン登場です。赤江佳穂は去年のインターハイで優勝、決勝では王道さつき、準決勝では横井、いずれも日本ペイントにも所属している高校生 T リーガーを破っています。ファーストゲーム、チェン・トゥ・サーブ、ラボー、チェン・イーチン、チャイニーズ・タイペイの出身、12月18日の試合では早田に3対2で勝っています。今シーズンは6勝5敗。どうですかね、このチェン・イーチンなんですけれども、女子のワールドカップベスト4にも入った実績もありますけれども、渡辺さんはどういうプレーヤーだというふうに。いやもう本当に世界のトップクラスに、はい、いた選手ですよ、はい、若干こうここ 1,2 年ぐらいですね、はいはい、少し調子を落としてた感はありましたけれども、はい、本当にこの T リーグにこの第5シーズンでですね、はい、やっぱりこう復活して出てきて、はい、またやっぱりこの強さがをこう取り戻してきたというそういう感じがありますね、はい、今シーズンはですから、まあ、数字としては6勝5敗シングルス、前半の方負けてるんですけどね、はい、後半の方はずっと勝ってるんですよね、はい、まあ、ですからいわゆるこうこの後半波に乗ってきたというチェン・イーチンです。14歳でチャイニーズ・タイペイの代表にも選ばれました。さあそして一方の期待18歳の赤江佳穂です。香りが歌リベルテ高校在学中の3年生、まあ、ですから卒業ということになりますが、去年のインターハイ愛媛県の宇和島で行われましたが、この時には優勝を果たしています。さあですからこう日本生命としてもどうですかね、こう赤江であったり、まあ、麻生であったり、若い選手がこの後こうどういうふうにトップのクラスの後伸びていくかというのはありますよね。そうですね、本当にそこは重要ですよね、はい、ジュニア生がね、まあ、赤江もそうですけれども、はい、ジュニア生がこうそのカテゴリーの中での実績はだいぶこうまあ、出すようになりましたから、はい、今回もジュニアでね、全日本ジュニアでベスト4に1人入り、8に1人入りとですね、はい、常に安定した成績は残してるんですよね、はい、ただここの場で勝てるかどうかになるっていうところがやっぱりこう世界というのが見えてくるポジションだ、はい、ポイントだと思いますから、はい、さあその世界を舞台に活躍しましたチェン・イーチンを相手に赤江です。ここはオーバーです。ちょっとまだ全体的にこうラリーとして飲まれちゃってますよね、はい、全部こうチェン・イーチンがラリーを支配してて、はい、赤江を必死に対応してるっていう状況ですから、はい、このラリーの構図をまずね、はい、打開していくようなサービスレシーブの展開作りたいところですね。これもそうですね。ここは最後ですけれども、
結局ポジション取って攻めたのはチェンイチンって形になりましたよね、はい、さあただ赤井はこういう対応力があるということはね、はい、今見せましたね、はい、ラリーの中で8対3です。チェンイチン5ポイントリード、2対1、日本生命がリードしています。赤江が勝利しますと今日は日本生命勝利、チェンイチン勝利しますとビクトリーマッチ突入ということになります。2004年7月3日の生まれです。現在18歳。パワフルな両ハンドドライブが持ち味というこの赤江果歩です。そうですね、今のようなやっぱりこう、はい、グッとこうしっかり動き切れた時っていうのは、はい、やっぱこの年代、赤江の年代で非常に強い選手が多いんですけれども、はいはい、その中でもやっぱりしっかりいいボールを打てる方のタイプですよね。一方のこのチェンイチンの方はいわゆるこうハンドドライブ、両ハンドドライブ、そしてフットワークには定評があります。レッツ9ホール。さあこれはオーバーしました。チェン・イーチンがまずゲームポイントを迎えました。第4マッチ第1ゲームは11対4でトップ乙女ピンポンズ名古屋チェン・イーチンが取りました。ゲームカウントは1対0、まず名古屋チェン・イーチンがリードしています。まあちょっと赤井はチェン・イーチンがサーブを持った時のもうラリーの展開というかですね、はい、形がちょっと思うようにいってないですよね、ですからもうチェン・イーチンがやっぱりこう確実にこう、まあ点数を取るべきところでしっかり取っていくということで、今のところほとんどプレッシャーかかってない状態ですね、はい、もうちょっと前後に揺さぶったりとかですね、はい、そういう仕掛けが欲しいところなんですけれども、そのためにはやっぱりちょっとチェンチェンのサービスに対してね、はい、あの攻略していかないといけませんから、はい、まあ、そのあたりちょっとレシーブからしっかりとした動きを入れながら戦えるような形がちょっと第2ゲーム以降見せてほしいですね。背番号30番をつけています青いユニフォームのトップ乙女ピンポンズ名古屋チェン・イーチンです。名古屋5年目のシーズンを迎えていますが、去年のシーズン、一昨年のシーズンは、まあ、コロナ禍ということもありまして出場がありませんでした。今シーズンは6勝5敗、一方の赤江果歩の方は今シーズンシングルスは2勝3敗、ダブルス1勝2敗という成績を残しています。チェン・イーチンとは初顔合わせなんですが、トップ名古屋ということになりますと1月7日安藤美波に勝利してるんですね、3対1 で、はい、赤井というのは、はい、もう本当にこう対応力は非常にある選手なんですよ、はい、まあ、全日本選手権でもあの木下ベルの梅村にですね、はい、4-3と負けましたけれども、非常に対応力あるところはこう見れたんですよね、はい、ただじゃあ、まあ、今日の試合でもこれの試合もそうですけれども、じゃあ対応しただけで勝てる相手と、はい、そうじゃないという時がありますから、はい、そこからどう自分の流れに持っていけるかというところがこの、まあ、そこに大きな、ね、あのプレイヤーとしては溝があるんですけど、はい、そこを乗り越えていってほしいところですよね。さあここは2オールになりました。身長160センチです。前陣でのいわゆるパワフルな両ハンドドライブが持ち味、まあ、リーチが長いんで中陣からの力強いドライブも持ち味の一つになります。さあその赤江です。いいですね、こうやってこう長いサービスを使ったりとかっていう風にして、はい、なんとかサービスレシーブで1ゲーム目のと同じじゃない形を作りたいですけれども、はい、今のはボンミスになってしまった、はい、
どうですか、ね、ただ入れただけなんでね、はい、本当は攻めに行ってほしかったんですけどね。しかしここは赤いがワンポイントリードしています。こういうのもいいですね、はい、このチェンイチのサービスに対して先ほどなかったようなこう揺さぶりですね、はい、フォアへ揺さぶってつっついていく。ここはしっかりと狙っていきました。赤い5対3、まあ、ちょっと苦笑いをするぐらいですね、はい、赤江としてはちょっと不本意な打球だったかもしれないんですけれども、はい、うん、あ、ちょっとね確かにこう苦笑いとか笑顔だとちょっと首をかしげるシーンもね、そうなんですよね、はい、ありました、まあ、しっかり芯に当たってなかったかもしれないですけど。さあしかしここはチェン・イーチンが3ポイント離されました。サービスが効いてますね、はい、あのこのいわゆる巻き込みサービスという形で、はい、このの。アップとダウンを使ってるんですけれども、まあ今はハーフロングもうまく使って、これですね、さっきの2サービス2本目、はい、1本目サービスエースを取って、はい、2本目に同じ、こう同じ、まあ、今のあのバまたバックへ深く行ったんですけども、はい、持ち上げさせたらなぜ守るという感じなんですよね。さあこれで6対4になります。赤江がこの第4マッチ取りますと今日は日本生命勝利ということにはなるんですが、さあここはまた差がワンポイント縮まりました。6対5、面白いもんですよね、はい、今度チェンイチも巻き込み系のバックサイドへ深くという同じようなサービスを使ってきてサービスエースを取った、この2本目をどうするかなんですよね、はい、ここはもう一回同じでこれを攻めますよね、チェンイチンは。しっかり攻めてきました。同じようなことをやってチェンイチンは2本目にサービスエース取った後に攻めに行く、はい、赤江は2本とも守って2失点したと、はい、ここがちょっと違いが出たところでもあると思うんですけれども、さあこれで6対6になります、はい、ここね間合い取れるところですからうまくね時間を取ってやってほしいですね。赤江ここは試合巧者のチェン・イーチン、また1ポイント離します。ちょっとこのボールなど、はい、早くブロックされたボールをもうフラットに打ってしまっているのでチェン・イーチンからしてみるとそんなに変化のないボールで攻めやすいわけですね。もうちょっとアグレッシブにいきたいところです。赤江、いいボール、さあこれで7ゴールになります。苦しくても振っていくことでですね、はい、うん、突破口っていう扉が開くと思うので、はい、赤江はねちょっとこう綺麗な卓球しようとしないで一生懸命ね攻めに行ってほしいところですね、はい、泥臭くていいわけですね。そうですね、もう攻めっていうのがベースにあってほしいですね、はい、ここは攻めていったんですけれども8対7、はい、ちょっと回転の変化に引っかかりましたね、はい、まあ、先ほどチェンイチに長いサービスでサービスエース取られてますから、はい、赤井としてもちょっとそれは警戒してたと思うんですよね、はい、うん、しっかり攻めますねチェンイチは、はい、今シーズンは11試合に出場6勝5敗安定的な成績を残していますチェンイチです。赤江のサービスも効いてますよね。完全にチェンイチンはこのフォア前に対して遅れて取ってますから、うん、なんとしてでもこの1本取りたいですね。攻めということを忘れずに。お、変えた。おー、攻めましたね。ここでしっかりと
赤江が攻めていきました。ナインオール。ここでサービスの工夫をしたわけですよね、はい、同じ構えからこうちょっと逆回転のサイド切って、はい、ここでこのボールを触れたことが良かったですね、はい、さあ9対9コースが厳しい何かこうちょっとやや振らされているようなそんなところもありました、さあチェンインチンゲームポイントです。これが世界だと思ったんですね、はい、ここでかけたボール返してるんです、はい、この一歩が非常に大きくてですね、はい、あの幅がですね体勢崩されましたね。ここはチェン・イチンしっかり取る。第4マッチの第2ゲーム11対9でチェン・イチンが取りました。ゲームカウントは2対0トップ名古屋乙女ピンポンズチェン・イチンリードです。これがチェン・イチンのカウンターがストレートに来たならしょうがないと思うんですけど、クロスに来てるんだったら、はい、赤江はやっぱ自分でクロスへね、あのチェン・イチンのフォアへチキータ行ったわけですから、はい、ここだけは待っててほしかったですね。もう赤江のクラスになるとあそこを待っててほしいという風なところぐらいまでがこうね見る人もベンチもおそらく要求したいところだと思うんですよね、はい、うん、さあこれで第4マッチは2対0と名古屋がリードです。名古屋が第4マッチを取りますと2対2ということでいよいよ1ゲームマッチのビクトリーマッチ、日本生命が逆転しましてこの第4マッチを取りますと今日は日本生命勝利ということになります。岸田監督、そして右手には村上総監督です。まあ、ただ第1ゲーム第2ゲームですね、やっぱり、はい、あのポイントもだいぶ第2ゲーム競って、あの赤井にも十分チャンスありましたし、あの課題であったやっぱチェン・イチンのサービスをなんとか攻略するという部分でも少しずつ良くなってますよね、はい、で赤井ももう最後の方はね、はい、あのサービス、あの巻き込みの構えから順回転を出したりとサービスの工夫も非常に見られますから、第3ゲームもちょっと期待できますね、はい、さあ第3ゲームチェン・イチンが取りますといよいよこの行方はビクトリーマッチということになります。フォアハンドできません、動けません。チェン・イチン、さすがいいボール打ちますね、チェン・イチンね、はい、赤江ここでやっぱサービス レシーブがね詰まってしまうと、はい、あそこカウンターで狙われますから、あチェン・イチンがしっかり反応して、そして最後レシーブのボールは赤江、大きくボールが逸れていきました。ちょっとボール2個分ぐらい出たというかっていうのを見逃してくれないですよね、はい、台上で一発で振られてしまいます。さあここで日本生命のタイムアウト、ベンチに村上監督そして志田監督です。いや赤江は先ほどの、ね、第2ゲーム後半でもこうチキータ勝負いった時にきちんとやっぱあれもクロスに入ってたりとか、はい、まあ、ミスはしてないわけですよ。ただ待たれてしまったので、ね、点数取られましたからどんまいってとこなんですけれども、はい、台上からの攻めっていうのが少ないんですよ、サービスを持った時に、はい、でやっぱりサービスで一生懸命変化つけようとしてこう台から出てのを狙われるとか、今ちょっと一番良くない状態でのタイムアウトとなりましたから、はい、少し縦回転を入れてストップしてきたボールを狙うとか、はい、ストップが続きにこう照準を絞っていくとかですね、チェン・イチンもそこまで今無理してくると思わないので、まあ、そういうところを展開を使う、そういう形でちょっとこれまでと違う形での先手の取り方っていうのを少し考えてもらいたいところですね、はい、さあここまでは3対0とチェン・イチンがリードしています。第1ゲーム第2ゲームともにトップを止めピンポンズ名古屋、チェン・イチンが取りました。3-1、1ポイント返します。
まあ、台上にきっちりこうやるとツッツキレシーブが今来ましたよね、はい、思わずちょっと剣を上げました。まあ、ですからこうリズムにこう自分ちょっと乗っていこうかなというところでのこの失点がありました。赤江佳穂、フォアオーバー、まあ、非常にこう丁寧な取り方でいいんですけれども、はいはい、ちょっとボールに対してチェンイチンはこう常に両ハンド、ここもドライブ、はい、次のボールもドライブとこうかけてきますから、はい、これ赤江、まあたまたま深いところ入ってこうミスを誘いましたけど、フラットに取りすぎなんですよね、はい、あ、フラットに、はい、フラットというかまっすぐ当てるということですね、はい、ですから少しもうちょっと自分から積極的に回転をかけた方がこうチェンイチンをこう追い込める状態になるんじゃないかなと思うんですけどね。スリーフォー、さあスリーフォー、ちょっとあんまり横回転をサービス入れるとまたこうチェンイチがチキータできますからね、うん、少しサービスの回転は気をつけた方がいいとかもしれないですね。さあここはまた2ポイント反されました赤江佳穂です。5対3。このチェンイチンが第4マッチを取りますと、いよいよ試合の方はビクトリーマッチへ突入ということになります。あ、ギリギリのところ、今度はネットです。まあ、チェンイチンの方がサービスをより確実にですね、はい、縦回転にして赤江に絶対こうフリック系のレシーブをさせないと、はい、まあ、そういう形で望んだ通りのラリー展開を作ってますよね。さあここはポイントを重ねてきていますチェンイチンです。8対3。おお、いいサーブ。さあこのサーブで流れを変えることができるか。大きく超えていきました。さあ、あと2ポイントです。チェンイチン。さあ、いよいよチェンイチンマッチポイントを迎えました。第4マッチ。これで今日のゲーム2対2ということで、いよいよビクトリーマッチに突入ということになります。第4マッチは3対0でトップ乙女ピンポンズ名古屋チェンイチンが勝利しました。マッチカウント2対2。さあいよいよビクトリーマッチということになります。まあこれはもう自分自身で自分のビクトリーマッチにつなげていくという試合におそらくなるんでしょうね、はい、チェンイチンがこのまま、まあ、日本生命は間違いなく期待通りの伊藤美誠がおそらく、はい、おそらくというか絶対出るんじゃないかなと思いますけどね。そのあたりはまたこうちょっとこう発表が楽しみになるわけですけれども、はい、まあ、どうでしょう、村上監督の算段としてはこの赤江選手が登場するまでに今日は決着を、まあ、そうですね、はい、つけたかったかなというところですかね。まあ、これが、まあ、それが A 案として、はい、
あのもうこれ B 案ですよね、はい、どこかで、ま、あの落とせば、はい、ただこれでやっぱね今日はダブルスを取ってここビクトリーにつなげた、はい、これはもう本当トップ名古屋としては、はい、このオーダーを開いた時に、はい、これしかないだと思ってたと思いますよね、はい、